なんかこういう綺麗なもの出されるともう壊すのもったいない感じ。でもいただきたいだからまあ微妙になるでしょ。こんなにもう5cm も10cm ぐらいだね。そうなんだね。美味しい。キャベツのスープ。蒸しだ。一緒に食べた方がいいかな。外しちゃった。あ、なんか山芋も食べてる。うん、春の香りがする。うん、美味しい。ちょっとピリッとしてた。あ、ポテトがすごい美味しい。なんか麺がラーメンっぽい。これ手打ちでしょ？お茶しかないからね。うん、美味しい。はい、じゃあ、うん、しめじだっけ。しめじっぽいけど、しめじなんだっけ、博多博多、なんとかだっけ。杉、うん、だるいか、だるいか、うん、いただきます。え、黄金のソテーだ。美味しい。え、このソースは何だっけ。春菊。春菊。ね、でも情報を集めとかないと大変だよ。なんかいざとなったよりめんどくさいことになる。見ていた、見たんでしょ。ここうん、おいしい。おいしい。一個の身の半分。香りがいい。崩壊した。すごい。すごい、いただきます。最近リンゴ大好き。君、すぐ口にパッと持っていっちゃダメだよ。カメラが間に合わないからゆっくりやんないと。ちゃんとテレビの人のやることはちゃんと見てろよ。ちゃんとレンズの前にちゃんと持って行ってから食べるんだから、なんかカッてやっちゃダメだよ。美味しい。リンゴ
感じの角切りになってるんですけど、これは美味しいです。だからさっと口に持っていくなって間に合わないんだから。ゆっくりやん。ゆっくりやんだよ。バリバリだ。